なんかこの赤いネザーラックなんなの？うわー、正面ネザーラックは赤くないですか？あ、いや、なんかネザーラック赤紫と赤とあるんですよね、確か。なんかツタみたいなのあるし、これ何、赤いツタ。シンクの森にいるのかな、今。木が生えてたら。これ木なのかな、わからない。なんかあのネザーに木みたいなのあったら、で、赤い感じだったらシンクの森ですね。ネザーウォートブロック。ああ。あ、じゃあちょっと私遊んできます。お疲れ様でした。いってらっしゃいませ。お疲れ様でーす。みんなで楽しんでね。バイバイ。バイバイ。あと心優しい誰かが私にマイクラ買ってるの楽しみ、買ってくれるの楽しみ。お疲れ様です。あれ？うん、これ木だ。じゃあシンクの森、そこにあれですね、歪んだキノコありますよ。どっかに多分探せば。シュルームライトがあった。シュルームライトっていうの。多分明かり。あ、ジャバと投稿で名前が違う可能性があるから、ね。やべやべ。小麦取ったのに作るの忘れた。でもね、みんなどこへ。でもいい知らせがあるんだけど、俺が今自分どこにいるかを知らないっていうお知らせあるよ。あっと、普通にここ道ないんだが、怖い。シンクのキノコ拾った。シンクのキノコじゃないの？あれ、アキさん。なんか、あ、キノコ、あれですね、青、こっち、青と赤が混ざってるやつかな。はい、いや、真っ赤っか。こっち側来たことあります。じゃあ、違うかもしれない。キノコそんな種類あるの？あの、増えましたね、ここ、ここ下降りてみてください。あ、オッケーです。おー、あ、このネザー入りましょう、これ。ちょっと待ってね、パンだけ作らして。シンクのキノコはあったけど、シンクのキノコは違う気がする。さあ、あ、何これ、何もないんだ。あー、出てきた。どこ？待って、また同じミスした。死ぬ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 。あ、なんかある。アイテム回収できたのに死にそう。もったいない。昨日テイクさんと頑張って村とつなげました。へえー、あ、ここが村？そうです。シンクの幹。あ、なんかいる。近々、あ、それ攻撃しちゃダメですよ。ダメ、オッケー。ゴーレムなんで。ゴーレム。これ攻撃したら殺されるの？殺されますよね、確か。違ったっけ。投げられる。だよね。吹っ飛ばされますね。めちゃくちゃ投げられる。 2,3 発当たったら死にますね。あの、右クリックすると交渉で、交渉っていうかできますよ。急戦到底。こっちの海の方に海底神殿があるので、今度みんな。すごい近いっすね。海底神殿。海底神殿。なんか羊出てんだけど。ゲームの海は怖い。わかる。海ダメですか？アンジョーとカズイの大冒険でトラウマを見つけられた。バンカズイ。あ、怖い。あとマリオ64。ですね、マリオ64ですね。ウツボでもう海ステージできなくなった。ウツボか。待って、俺もうどこにいるかわかんねえ。すごい村だ。近々この村を囲んで、この住人たちにパンを食わせ、子を産ませ。パン必要だったっけ？家畜。必要だったはずだけど、違ったっけ？ドアがあれば自動だと思った。あ、いや、前のバージョンまで。バージョンが変わって、いろいろと。あ、そうなんだ。村の仕様が変わって。うん。っていう感じでした。何こいつ？え、なんか豚いる、豚。イノシシかな。
イノシシか。あ、イノシシめっちゃ攻撃してくるから気をつけて。痛い痛い痛い。こっちもイノシシがいた。近づいてこないで。あれ、水吉さん帰ったもん。はい、ネザー行きました。なんか食べてます？ホットシェフ食べてます。セコマだ。ホットシェフのポテト食べてます。おいしい。着いたな。あったゆがんだキノコ。声優行ったらのり塩バターのじゃがりこあった。大丈夫です。迷ってます？いや、大丈夫。あった、ゆがんだキノコ。こっちもありました。帰ります。帰りたいです。願望だった。来た。森に迷い込んだ、完全に。迷いの森だ。やばい、ピッケル壊れそうだし。イノシシおるし。え、ミヤさんはネザー？ネザー。全員ネザーですね、今。どうしよう。あ、プンバめっちゃいる。プンバ。超プンバ。あ、痛い。痛い、痛い、マジで。プンバやめて。あ、プンバ、プンバの魔の手から逃れられた。悩まずに生きることさ。どうしよう、もう。どう、ピッケルどうしよう。ピッケルがないよ。ここどこだよ。座標で誰かか。座標でどうにかして帰れないですかね。今どこっすか？今ね、マイナス153、マイナス192。真反対ですね。結局は00に向かえば帰れるのでは。00に向かう。こっち付近になるくないですか？こっち？マグマだよ、こっち。嘘でしょ。こっちマグマだよ。俺どうやってここ来たんだよ。確かに。ふふ。ずっと一人で話したんだけど。あら。あら。ネザーにスケルトンっているんですか？いますよ。いますね。あれ顔なじみもいた方がいいでしょっていう。粋な計らい。え、待って、このネザー怖い。っていうネザーじゃない。ワープした先怖い。あ、あれですよね。海ですよね。海ですね。これやばい。どそれ海落ちちゃったらもう帰るすべ。頑張って登ってくるしかないですよ。あ、ガチで怖い、やだ。私とテイクさんの倍作。しかもバグってなんか2個だって。ああ、怖かった。テイクさん、お家から丸石もいっぱい持ってっても大丈夫ですか？どうぞ、余る方があるんで。すごい、めっちゃ、すごい。どうしました？ああ、もうダメだ。お家の前がすごい。あ、語彙力ない。あ、そうだ。あ、死んだ。あ、さようなら。さようなら。あ、取ってきたのに。あ、キノコが家を作ってたんだ。あ、テイクさんだ。高さなんぼだっけ？え、これすごいっすね。めっちゃかっこいい、これ。もうこれは本当に適当ですよ、本当に。すごい。高さなんぼだっけ？今現世です。高さってだ、割と100くらいじゃないか。78。村の整備しますか。
朝ってどれで見れるんだっけ。あ、村の整備します。村の整備します。平和に暮らしたい。2日連続ネザーは疲れる。そうです、ね、じゃあネザーはあの、あ、収穫された。なんとかブロック60、92、35。これか。高さは XYZ の真ん中の数値ですよ。あ、全然違うやつにした。XY とどうやって村を整備するんですか。真ん中は93。湧き潰しして、うん、襲われないように囲んで、で、あとはまあ適当に道を整備でもしようかなって感じ。62.802 と93と 28.444。 28.444、 OK、 だいぶあっちだな。松明と、あとはあれか、あ、ネザーの位置。 OK、 ありがとう。90まで、俺30も上がれるほど松明じゃない、ピケルないよ。あれ？きついな。どこだこれ？あ、そう。いやいや、待った。スコップ欲しいな。スコップ作っていくか。それな。本当にないなぁ。全然ないですね。全然ない。ガストはむっちゃいるけど全然ない。もういいか、死ぬか。そんな切ないことある。いや、もう僕もピッケルがもうあと1回ぐらいしか掘れないんで、うん、どこにいんだろ、ミヤさん。松明と思ったんで先に。これ今ね、21、73、-134。21、75の-136。全然違うところじゃない。今そっちに向かってる最中。で、どこや。なんか爆発してない。あ、左側にされてる。死んだ。ああ、落ちた。いや、はい、終了。よし。よし、ちょっと。寝ます。あ、寝ましょう。よいしょ。はい、寝ましょう。はい。取り残されたのは宮さんのみ。多分だけど、ライディンさんを殺したガストの声が聞こえる。あれだな、あの、すごく近くまで行ってました、僕。なんか、自分もガストの音聞こえるんだけど。あの、おそらくその付近、あの、ちょうどあの、お二人の間ぐらいにいたんですよ、僕。ガスト見えねえんだけど。待って、松明持ってミヤさん救助隊行くか。うわ、雲いる。よし、もうちょっと僕はもう手ぶらで。雲の真横通って行きましたけど。いや、もう昼だから襲われないよなと思って。あ、着いたよ。着いたよ。全員おる、ここに。着いたよ。橋が見えるよ。ミヤさん救助隊。僕もちょっと手ぶらで村行きます。あ、ネームタグが見える。皆さんおかえり。おかえり。あ、帰ってきた。おかえり。行きましょう。俺も行く。しんどい。ネザーしんどい。初ネザーだ。あ、じゃあ、アキさんネザー体験する？行ってみる。よく昨日ネザー1時間ぐらい探検したんだよ。松明ゼロだけど大丈夫。あれ、なんか真ん中すごい。真ん中2個だけ埋まってない。あ、ねえねえねえ、誰かさ、ピッケル持ってる人いない？そのピッケル1個ある。1個じゃ足んない多分。何？その何したいの？あ、木のピッケルなら作れるよ。金？木。木じゃやだ。やだ。拒否された。よし、向こうの人たちから鉄とかをかっぱらおうぜ。あ、鉄とか持ってないっすよ、自分全然。僕今ね、木の棒が2本、14本か、これは。まあ、いらない。木なら誰ぞ。その黄緑の頭のやつ絶対なんか持ってるからカツアゲする。ここのこのゴーレムを倒せば鉄出てくるけどもやれと。一回にやりそう。何？鉄で何がやりたいの？ピッケルが欲しい。
はい。あ、マレーシでもいいよ。マレーシ持ってんならマレーシ1作くらい。マレーシは持ってない。石いりますちょっと。なんだこいつ。くれるなら欲しい。めっちゃガン飛ばしてくる。そいつ殺したらめっちゃ鉄出るわけじゃん。よっしゃ。絶対やられるわ。自分あれなんですよね。戦力差を感じて。X と Z が5の倍数のところに置くって癖があるんですよ、ね。へえ。X と Z が5の倍数。ねざいこざきさん。よっしゃ。だからもうそしたら均等に置けるよなって感じでいつ。なるほど。じゃあテイクさんテイクさん。はいはい。いや座標出すと本当見えないんですよ。村囲みますじゃあ。はい。土でいいですか？頑張ってください。どうやって囲むんですか？うん、フェンスでざっと囲むだけする。あ、フェンス。そう。ちょっとどうやって。お任せしますよ。近くじゃなくても別にいい感じ。危ない危ない。村が囲んどけばいいんじゃないかな。危ない。やべえ。やばいやばいやばい。じゃあここ。おらーってねえ。おらー。おらー。死ね。あ、落ち、落ち。誰か食べ物を忘れてくれ。あっぱ、やっぱやった。来た、俺死んだ。皆さん。あー、すいません。ありがとうございます。手ぶらで。ありがとうございます。志半ばにして皆さん戦士。ネザー初のアキさんを放置して先に死んでしまうとはスケルトンに射抜かれてしまった射抜かれて落下したとりあえず適当に住めばいいべうおーなんか怖っ何これあれ豚が殴っちゃダメなんだっけ？いや大丈夫ですよ殴っても。悪い大人がおるの。悪い大人がおるの。マレーシめっちゃ持ってく。マレーシめっちゃ持ってくよ。危ねえ、マスタボリしてたら死にかけた。そりゃそうよ、やめなさい。ネザーはやめた方がいいです、マスタボリ。マジです。マジでやめた方がいいです。そこがなかった。昨日の私みたいになりますよ、ね。昨日もよく叫んでたな。なんか怖かった。豚が話してる。何これ？テイクさんの横に着地したつもりだったのに全然。横になかったっていう。テイクさんいなくなりました。逆か。私がいなくなったのか。なんかこのどっちもどっちか。違う豚は何？アップグレード。初めて知りました。ウホーを言ってる豚がいる。ウホーを言ってる豚？多分豚じゃなくてゴリラだわ。うん。出るらしい。ゴリラ出るらしいよ。あ、間違った。いや、本当にフンゴフンゴ言ってた。マジレスするとそいつが金つけてなかったら叩いてくるやつで。ああ、なるほどね。え、ウホウホ言ってない？こいつが危険なのね。うん。歪んだキノコとか取ってきたのに。まあ、シンクのキノコ。アイテム置かずに来たのか。めっちゃ水晶手に入る。ああ。ああ、頑張ったのに。ああ、これやばいな。うん？もはや帰り道がわからん。違った。違った。何の子？木のブロック置いてっか。明日どこから行ったの？ちょっと待って。さっき俺が落ちたところの近く？そう、その上。ここ、いて。またスケルトンか。ん？バカ野郎。やろ、こんにゃろ。よっしゃ。俺じゃこの辺だと思うんだけど。後ろ。ん？扉のネザーゲートの後ろ。
ああ、ほんとだ、おった。行く。ああ。なんかめっちゃいる。なんだっけこいつの名前。死んだかと思った。そう、これがさっきからこいつら話してんのずっと。え、こいつ名前なんだっけ。ブッダ。ブッダ。うるせえな。一体なんで殴られたの。なんで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 。絶対殴ったでしょ。殴ったでしょ。殴ってる殴ってる殴ってない。金取っただけ。あ、金取ったら殴ってくる。金取ったら金取ったら襲われますよ。あ、もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、あれあれかな、ピグリン。そうだね。逃げろ。退散。どっかに作業台ないかな。あ、ここありますよ。ありがとうございます。よいしょ。うわぁ、ん、道がなかった。もう大丈夫じゃない。あ、もう大丈夫だ。だが、あ、その辺とか多分俺らがさっき歩いたとこなんだよね。じゃあなんもないか。掘る？掘ってっかい？ X 方向に掘ってくといいんでしょ。何やるよ。なんかめっちゃ宮さん、宮さんの後ろ、豚ついてってますよ。やった、俺の背後を守ってくれた、きっと。俺の背中を守ってくれてるんだ、きっと、こいつは。そういう瞬間に出てった。当選もされてる。そのうち俺が殺すから大丈夫、俺インポスターだから。宮太郎の背中を俺が守るっていうやつ死にますからね。めっちゃいい。これフェンスで囲うときに段差あったらダメですよね。段差はなんかうまい具合にやんないとダメですね。そうですよね。どうしようかな。全部削っちゃえばいいか。